こんにちは、浜田洋平です。今日は高知コアセンターのビート保管庫という倉庫の前に来ています。本日はですね、この倉庫の中ちょっと見学したいと思います。それでは行ってきます。はい、今日はですね、この保管庫で作業されています技術支援グループの久光さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久光さん、この保管庫なんですけど、はい、どういった施設なんでしょうか？ですね、海底から掘削して取ってきたボーリングコアを保管しておくための部屋になります。なるほど。それにしても寒いんですけど、何度ぐらいで保管してるんですかね？ここは気温がプラスの4度前後に保たれています。湿度がだいたい 70% ぐらい、ね、冷蔵庫ぐらいってことですかね。コアを冷やして保存していると。そうですね。またこの保管庫に入るときにちょっと気がついたんですけど、入り口の扉がすごくですね、核シェルターのような頑丈そうなものでしたけれども、あれ何のためについてるんですかね？はい、あの扉はですね、金庫の扉というわけではなくて、地震が来たときに、津波が来るとここは予想されていますので、その水とか障害物をですね、防御するための扉になります。なるほど。その貴重な掘削した壊し料を守ってるわけですね。そうですね。それプラスここの建屋を守ってですね、近隣の人々の避難をするための建物として活躍できるようにということですね。ただのコアの保管庫というわけじゃないんですね。いろんな使い道がある。そうですね、人も守る。なるほど。でそんな貴重な壊し料なんですけれども、はい、我々の研究者が使えると伺ったんですけど、研究をされる方は、これからですね、この壊し料から分析用の資料を取るということになると思います。その場合は、高知コアセンターのホームページから、IODP、これ国際深海掘削計画の海底コアになりますので、アメリカが管理をしてるんですけども、それから研究だけじゃなくてですね、例えば博物館でちょっと展示をしたいですっていう場合には、直接私の方にご連絡をいただければ、ご相談に乗りますので。そんなルートもあります。なるほど。はい。リクエストは出してもらうんですけど、相談ベースでどうしようかという調整が日本語でできますので。サンプルリクエストはそういうふうにできるということですね。はい、サポートします。はい、わかりました。今ですね、こちらにコアを出していただいてるんですけども、はい、これが掘削で掘ってきた壊し料ですね。そうですね、随分古いですけど、1989年にアメリカのジョイデスレゾリューションという船で掘削されたコアになります。場所はですね、日本の伊豆諸島の南の方ですね。ずっと伊豆の列島が通じてマリアナ海溝というのがありますけども、その伊豆の列島とマリアナ海溝の間で掘られたものです。水深がだいたい3900メートルぐらい。でそこからさらに130メートルぐらい掘ったところに出てくる、蛇紋岩という石の一種ですね。で結構地下深くからですね、太平洋プレートがフィリピン海プレートに沈み込んでる場所になるんですけども、海水も一緒に沈み込んでいきますし、湿った堆積物もいくので、蛇紋岩という石がですね、ゴワーンと湧き上がってくると。すごいですね。そんな場所の岩石を掘ってきて、今ここに展示したいですね。保管しているという。そうですね。じゃあ、久光さん、今日はですね、そのちょっとお仕事場をお借りしてですね、滑らない砂の実況をしようかと思っておりますが。はい。皆さん、こんにちは。フェラナイスな甲子園の時間がやってまいりました。本日からいよいよ2回戦が始まります。今日はですね、お二人のゲストに来ていただいております。お二人は先ほど来ていただきました久光さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、高知コア研究所管理課長の阿郷さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、コア保管庫からの中継ということで、少しですね、寒い状況の実況となりますけれども、お二人とも大丈夫でしょうかね？久光さん、慣れてますか、この寒さ？はい、慣れてます。山本さん、大丈夫ですか？これは何かの罰ゲームですかね？そうです。はい。罰ゲームやっております。それでですね、本日から2回戦がスタートするということになっておりますが、まずですね、お二人ともお手元の2回戦の図を見ていただきたいと思います。こちらにも出ますかね。実はですね、2回戦、全部で16試合ありますが、うち14試合、すべてシードの姿と1回戦で勝ち上がった姿の対戦ということになっておりまして、つまりですね、この2回戦から登場する砂というのも多く出てきます。組み合わせはどうでしょうか、見ていただきまして、何か気になる対戦カードはございますかね。私自身は特定にこれというわけではないんですけども、1回戦の試合見ていてですね、石灰岩、石灰質の岩石って意外と高度的には柔らかい方なの で、 そうです、ね、どんどん落ちていくのかなと思ったら、意外に勝ち残ったものが多くてですね、今日のカードにも炭酸塩が入ったものがありますけども、ちょっとそういう意味では炭酸塩鉱物に非常に興味があって、これからももしかするとどんどん勝ち上がっていくんじゃないかなというふうに期待をしているところです。
そうですね、ありがとうございます。まあ、1回戦終わってみて、いろいろ傾向が見えるかと思いきや、こういう砂が強いというのは実は分からないところもありまして。あ、それでは本日の試合をちょっと見ていきましょう。本日は2試合予定しております。で、第1試合目は、まずは特別枠、北海道、東北から出ました、三段学ダライトです。それに対しますが、1回戦を勝ち上がってきました、特別枠、九州ブロックの、こちら、石川金鉱山岩金石ね。この対戦が組まれております。そして第1試合目なんですけれども、千葉県の、こちら、九十九里浜の砂。王道のお水がという感じがしますが、こちらは1回戦で、富山大東を破っての2回戦、勝ち上がります。そして、それに対しますは、ジャムステック特別枠の小さな貝の砂。こちらも1回戦で、甲子園の砂を破っての2回戦となっております。以上2試合が組まれておりますが、まずは、1試合目。この特別枠、北海道東北ブロックの観覧岩対、特別枠、九州ブロック、石川金鉱山岩金石岩という、まあ、南北対決ですね。こちらについてちょっと見ていただきたいと思います。さあ、こちらいかがでしょうか。ちなみにですね、観覧岩は2回戦からですが、この石狩金鉱山の方なんですけども、1回戦でですね、広島スペシャルをやるっての2回戦進出を決めておりまして。強豪ですね。強豪。まあ、今回、まあ、観覧岩、これは日高のフィオライトですよね。ああ、そうですね。確かに、今日は。はい、北海道で、まあ、有名な観覧席なので、ちょっとこれは私、北海道に過去住んでいたこともありますので、非常に応援、個人的には応援したいところです。まあ、久々さん、先ほどですね、この観覧岩の友達みたいな一瞬ですね、検索資料で出していただいたんですけども、はい、コア資料で、観覧岩はないんですよね、まだ取れてないんです。うん、で、その観覧岩が水と反応して、ちょっとこう軽くなって浮いてきたのが、じゃあもう岩さんになりますよ。まあ、親戚みたいな感じですかね。そして、その、今回初登場となります、ダナイトの方なんですけれども、特別面積の結果を見ますと、関連席がおよそ 75%。そして奇跡が 24% ということで、まあ、今まであまり出てきてない先生ですね、観覧席を含めると。こちらが、普通に考えると、断層になるのが硬いわけですが、これがどうか。対象は1回戦勝ち上がりました、石狩金鉱山の岩金石英脈ですが、こちらは、本部蘇生では前回もお伝えしましたが、石英がおよそ8割、残りは陶石というような蘇生になっています。そして、金が検出されておりません。これがいいのか悪いのかですね。前回、1回戦の無効試合があったんですけれども、その再試合を勝ち抜いての、2回戦出場ということでしたが、広島選手には結構圧勝しているわけですね。まあ、攻めが強いという印象ですかね、この甲子園において。まあ、それに向かって、ダナイト観覧席がどのような戦いを見抜けていくのかが注目したいところであります。そして第2試合の方を見ていただきますと、第2試合は千葉県の九十九里浜の砂。九十九里。はい、こちらはですね、富山の浜黒崎海岸の砂に勝っての2回戦進出です。そしてもう一つが特別枠、ダムステック、小さな海の砂。この戦いは、なんか、非常に私の印象に残っておりまして、兵庫市の砂に逆転勝ちをしたという戦いでしたね。まあ、一時はもう負けそうなぐらいまで滑ってはいたんですけど、ここから耐えての逆転で、甲子園の砂を破り、2回戦に来ております。九十九里の方は、やや雪が細かいですかね。このゴーダックの小さな海の砂に比べます。まあ、一回戦見てみますと、小さい方が、表面積が、多い分、若干有利だと思っていたら、そうじゃないものもいたりしまして、ちょっとこの流程の効果については、まだ、議論が続いているところでございます。あまさんなんかこれらの砂特徴、ございますかね。そうですね。これまた、個人的な思い入れなんですけども、小さな貝の砂、これ、名護市の八ヶ地自慢で取れたということで、子供の頃よくここ釣りに行ってましてね、家族で。で、よくここ、キス釣りの名所で、非常に魚よく取れてます。で、非常に風光明媚なところで、沖縄の松島とか、沖縄の四国内海って言われてるような、非常に穏やかな、綺麗な海岸が続いてます。なので、個人的に推したいですね。生物の意外に多いですね。やっぱ小さな貝の砂っていうだけあって、大きな粒子は大部分が貝殻じゃないでしょうかね。そうなんですよ。で、そこはですね、意外なんですが、成分を見ると、7割は石英なんですよ。そうですね、うん、陸源もかなり多いと思います。で、どうしても生物の方が、生物以外の方がですね、ボリューム自体はでっかいので、殻は薄いんですけど。あ、そっか。そうですね。はい。なので、見た目は、生物以外は大きいと思うんですが、重量で表すと、多分、鉱物の方が大きいなんていう気がしますね。確かに。まあ、それがまた前回の逆転劇を生んだような特徴なのかもしれませんね。生物源、非生物のミックスなので、はい、うん、これがうまく粘ってくれるといいなと思ってます。一方、九十九里浜の方の成分なんですけども、これもちょっと特徴があってですね、石英分が比較的少ないんですよ、44%。に対して、砂長石が 56% というふうなデータが出ております。今までのですね、その石英が多い、いわゆるノーマルの海品差とは違うという主張をですね、こう、バシバシとしてきているような話になります。まあ、応募された方なんですけども、芝浦工業大学の付属、この柏中学高等学校からの応募と
ということでして、します。はい、そうなんですよ。まあ、このね、すぐらないさ、甲子園と言っていますので、まあ、ここはですね、この学生のさん、特に高校生の力に期待をして、ちょっとですね、高校生の育てる学生を教えるところもありますので、ここはぜひ頑張ってもらいたいと思います。それではですね、実験の準備ができたようですので、よろしいでしょうか。はい。いきますよ。せーの、すべらー。はい。はい、はい、始まりました。北海道の高級ブロック特別学の7位とこちらが青コーナーで、赤コーナー下段にありましたのは、国立学九州学院の地下金鉱山の岩金石というです。もうですね、トルクは徐々に上がっていってます。グラフを見ていただきますと、横が時間、縦軸がトルクでこれを回転させる力になってまして、まあ、両方のですね、この白い砂に力がどんどんとかかっている様子を表しています。さあ、まだですね、赤いビニールテープですね、こちらが一直線になっていまして、どちらも動いてはいません。トルクは今4ニュートンメートルを超えて5ニュートンメートルに達しようかというところですね。山本さんどうでしょう、まだ全然こちらも余裕というような感じですか。そうですね、まだ全然余裕という感じですね。うん、そうですね、なんかふるさとの砂というとことですけど、名前ともそうですか。そうです、北海道生まれなんですよ、私ですね。まあ、ちっちゃい時にしかいなかったんで全く覚えてないんですけど、応援してます。私は生まれの里、鹿児島ですので、石狩近郊の石油力をやっぱり応援しておりますので、ここはもうここで我々2人の戦いになってまいりましたが、まだまだトルクは上がっていって、氷は結構耐えますね。7ニュートンメートルまで行くんでしょうか。かなり上がってますね。そうですね、トルクに今様子は変化ないですし、今砂の方見ても変化ありません。今砂はですね、半透明の筒で覆われておりますが、これは砂の漏れを防ぐためにつけたテフロンの筒となっております。で、まあ、両側についていますので、勝敗には直接的な影響はないと考えられます。さあ、そうと話していますが、全然動かない。いや、そうですね。これは今までにないぐらいの硬さかもしれません。そうですね。さすが1回に戦っていたのが違いますし、これなんかこの地球を構成している岩石ってやっぱり強いのか。どうでしょう、これここで当たり前違ったか。あっと、中井テープを見ると、観覧岩がやや動いているようですが、どうでしょう、トルクはもう下がってきていますので、ちょっと動いてますね。そうですね。トルクは下がってきて、これ動いてますね。ダナイトの方がこれは滑っているように見受けられます。まだその壊滅的な揺れというのは起こっていませんが、あとややしかし加速したか。加速しましたが、久々さん、これはどうでしょう、耐えられますかね、ここから。どうでしょう、頑張れ。トルクはやや持ち直したが、すでに勝敗を決めるための黄色いビニールテープが見えてきてしまっています。このまま上のテープに並ぶと90度回転、7位との負けとなってしまいますが、どうだ、耐えられるか。石狩の方は、直に変化なし。強いですね、これは。どうやらそのまま行ってしまいそうですね。無念観覧が、ここで勝負ありです。これは、しっかり、長崎石油力の勝利となりました。なんかちょっと悔しいですね。そうですよね。悔しいです。地元の砂が負ける悔しいですよね、これ。まあ、私は嬉しいんですよね、勝った。いや、金ですかね。金の力がなんかあるんでしょう。いやー、一切金ではちょっと点数できていないんですよね。どうでしたかね、アモさん、今の勝負を見まして。そうですね。もうちょっと粘ってくれるかなという気がしたんですけれども、まあ、最後はすんなり動いてしまいましたね。そうですね。なんか火星岩は、粘りがあまり効かないと思いますか。最初の力は強いんですけども。始まりました。2回戦の第2試合目です。上の青がですね、千葉県の九十九里浜の砂。そして、下の赤が、下番側の赤色。こちらが特別枠ドニックスの小さな海岸さん。となっております。さあ、トルクの軍が上がってきています。小さな回ですね。なんか門髪の歌をちょっと沖縄ですしね、確かに私もなんか私の高校生のバンドとか思い出したので恥ずかしい気持ちがいっぱいでございますが、しかしですね、小さな回の砂は1回戦で逆転勝ちをしておりますので、その辺の粘りも注目です。一方で九十九里浜の砂も、1回戦も勝ち上がってきておりますので、こちらもどちらも実績のある、どうですかね。まだまだですね。まだそうですね。ただ、まあ、赤いテープ今一直線ですけど、こちらがずれてきたら見どころといいますか、勝負はどんどんとついてくるかもしれません。はい、先ほどの火星岩同士に比べますと、トルクの上がり方がちょっと違うように見えますね、そうですね。ちょっとゆっくりですね。そうですね。さあ、どうですかね。少しもうパラパラとですね、砂が落ちている部分も見受けられますので、結構お互いもう我慢しているかもしれませんね。どうだ、これは。まだ行きますかね。いや、これ、ちょっとどちらもずれている感じですね。どちらもずれている。トルクは上がっていっていますが、少しどちらも両者ずれているように見えますね。これは引っ越しますね。
なかなか野球でいうところ、今週戦といったところでしょうかね、じりじりとした緊張感いい勝負。いやー、どっちじゃないか、0.0 の方は今、8回表ぐらいですね。いってます、いや、それから止まりましたよ。そろそろ決まるぞ、これは。あー、ほんと、どっちもずれてますね、これ。これはどうなるんでしょうか。この角が頭打ちです。で、どちらもずれているが、やや大きいな、どっちだ、これは。青さん、どっちなんですかね、これ。どっちですかね。これ、うわー、加速しましたよ。あれ、あ、これは九十九番の砂が滑っているが、またしても、またしても小さな貝の砂は粘り勝ちの指数が、いやいや、まだ分かりません。これはしかし、もう2回戦ですからね。全然油断はできません。黄色テープが見えてきましたが、九十九里浜の砂、プルクリミと折れてませんね、全然。まだ諦めていない。いや、減らないですね。この砂全然落ちない。追い込めるぐらいですね。止まれるか、どうだ、どうだ、その間も帰ってきてますよ。間に合うか、間に合うか。このままお尻が小さな貝の砂、危ない、ちょっと。小さな小犬とか椅子になりますね、これで。先頭さんに行きましょう。あーっと、そのまましかし行ってしまう。ここで九十九里浜の砂、ギブアップだ。ギブアップ。小さな貝の砂、勝利です。海通しだ。すごい見応えがある勝利でしたね、これは。今、2戦終わりましたけれども、1回戦の北海道代表観覧が、そして、北海道じゃないですよね、特別枠、北海道東北ブロック代表の観覧が、それに対して九州ブロックの特別枠、最近こだと、今でしたけれども、こちらは、火星岩同士の石なということで、なかなか硬いトルクがバーンと上がるような、そうでしたね。なんかあれでしたね、その、まあ、大阪の通り代表校のような、バスがこうバシバシ言うような、まあ、まさしく甲子園でいうと打撃戦というような予想でしたけど、当然2回戦目の方は先ほど申し上げましたけど、まさしく通して、お互いが十字と粘り合うような、九十九里浜の砂と大きい砂が入りますね。熱戦でしたね。なんか一言ありますか？こう、砂とはいえ、こう夏の、青春の一時みたいな気がしましたね。そうですね。もう我々おじさんが青春とか言ってるのかというのがありますけれども、前回、サパーシスカンドで話したときは、壊れることで、キュッとこう閉まるんですよ、ね。なるほど。で、それがちょっと動いてキュッとこう閉まって、それで結果的に、一度弱いんですけど、また硬くなるような現象が起こるんじゃないかと思います。まあ、今回で言うと、その小さな貝の砂のような、はい、壊れやすくある、その貝殻みたいなものがですね、逆に、粘る性質を持ってたかもしれないですね。面白いですね、そういう性質があった。いや、これまでですよ、この第一試合のようなですね、打撃強豪校のような硬い火星型と戦った時には、どうなるかですよね。粘る間を与えられるかどうかっていうのが面白いところですね。見どころですね。それでは、次の動画までと言いたいところなんですが、実はですね、お便りをいただきました。お便り。いつご紹介したいと思います。これはですね、高知県お住まいの真央さんよりいただきました。こういうものですね。おう、あ、こういったものになります。ああ、なるほど。はい。これなんですけれども、ですね、いつも応援ありがとう、研究頑張ってくださいと、書いていますね。素晴らしいコメント。はい。いやー、どうも、この滑らない砂甲子園では、このようなお便り、もしくはですね、インターネットからのコメントもお待ちしております。それでは皆さん、次の、滑らない砂の戦いまで、さよなら。さよなら。せーの、滑らない砂甲子園、また見てねー。